はい、こんにちは、酒井です。今日はいくつか、皆さんに報告することがありまして動画を撮らせていただいております。先日黒猫の子猫ちゃんの保護の動画を上げさせていただいたと思うんですけれども、その時にお母さん猫を何とかしてあげたいということをお伝えしていたと思うんですけれども、今回ね、そのお母さん猫の保護に成功しました。で、子猫の保護の動画を見ていない方のために少し説明させていただきますと、スタッフが子猫を発見、子猫が車にひかれてしまうとかわいそうなので、うちのお店で保護しました。お母さん猫、やっぱり子猫心配なんで、あのお店の近くまでね探しに来てくれてたんですけれども、そのお母さん猫やっぱりこのままその放っておいてしまうとまた子猫を産んでしまうので、なんとか保護ができないのかなっていうところだったんですけれども、今日は、親猫を保護するまでの動画ですね、この辺りが撮れましたので、ちょっとこの辺り見ていただこうと思うんですけれども、でその前に、日本の野良猫ちゃんが抱えている問題についてちょっと端的に説明していきたいと思います。野良猫ってもう日本中にもちろんいっぱいいるんですけれども、まあ、数えきれないらしいんですね。推測するに100万頭くらいは優に超えていると言われています。野良猫が外で暮らす環境っていうのは割と過酷みたいで、寿命はまあ3年から5年くらいが平均って言われてて、車に轢かれてしまう猫っていうのもこれもかなり多いみたいで、推計すると約35万頭ほど年間でいるみたいです。まあ、本当にびっくりするくらい多いですよね。これだけたくさんの野良猫がいるっていうことなんですけれど、実際この野良猫たちどのように生活しているのかっていうと、まあ、自力でね餌を取って自力で暮らしているような子もいれば、人間からもらっているような子たちもいます。かわいそうだなっていうことで実際猫たちに餌をあげている方っていうのは多いんですけれども、環境が良くなることでどんどん子猫を産んでしまうんですね。つがいのオスとメスの猫が1頭ずついるだけで子猫を産んでいく。でその子猫たちも成長してまたその子猫を産んでいく、順調にいってしまうと 2,3 年で100頭を優に超えてしまう、そのぐらいの数になってしまうって言われてるんですね。でこれっていうのはもう先ほど過酷な環境って言ったんですけれども、その過酷な環境で生きていかなくてはいけない猫たちがそれだけ増えてしまうっていうことなんです。当然たくさんその野良猫たちが増えてしまえば、その各県の動物愛護センターなんかで預からなければいけない猫たちっていうのも増えてくるんですけれども、猫たちがそのセンターのキャパを超えてしまうと当然その殺処分をせざるを得ないっていうような状況になってくると思います。善意で餌をあげている、それが良くない負の連鎖を生んでしまっているっていうことになるんですね。まあ、考えなしで、まあ、ただの善意で猫ちゃんたちにご飯をあげているっていうような人がいたら、これはぜひ皆さんで注意してやめさせてあげてほしいです。難しいとは思うんですけれども、餌やりとかよりも外で暮らす猫たちを一頭でも減らすことのできる工夫を考えていくべきなんじゃないかなというふうに僕は思っています。野良猫を保護する際の、まあなんていうかな、僕が思う心得ですかね、を少しお話しさせていただきます。その野良猫が今いる環境よりも幸せにできるかどうか、できないなら保護はしない、保護する気がないなら餌やりもしない、もう基本これだけですね。あと一つだけ、もちろん猫ちゃん動物全般ですけど虐待は犯罪です。もし仮に虐待をしていたとすると2年以下の懲役、もしくは200万以下の罰金が課せられます。ですから、まあ、絶対にしないでくださいっていうことですね。もしねそういう人が目にかけることがあったとしたらもう通報しちゃってください。はい、ということでね、ちょっとね猫ちゃんのお話させてもらったんですけれども、この後は今回、保護するまでの過程を動画で撮ることができましたので、そちらと合わせてご覧ください。最初はね保護した子猫が気になったのか、まあそのこれ勝手口のところなんですけれども、その猫ちゃんを探しているような状態だったんですね。まあ僕がたまたま見かけたのでちょっとまあお皿にご飯入れて与えてみたんです。まあ普通に食べたのでこれはうまくいくんじゃないかなっていう手応えを感じました。このあと何回か餌付けをするためにその勝手口のそばにご飯を置いてたんですけれども、毎回きっちりなくなってたんですね。この調子なら保護までもそう遠くないんじゃないかなって思っていたんですけれども、実はねやられてたんですよ、カラスです。で正直ね全くカラスのことは考えてなくて、カラスって何でも食べるんですね。まあ同じ黒色なんですけどね、お前じゃないっていうことでね、正直ちょっと反省してます。そこでね今度はよくその親猫ちゃんが出没する近隣の住人のお家のそばにね相談のもとで
もう思い切って捕獲器仕掛けさせてもらったんです。そしたら、まあ、うまいこと、まあ、入ってくれたんですよ。お、これはいけるんじゃないかなと思ったんですけれども、普通にご飯だけ食べて出てきちゃったんですね。食器を置いてたんですけれども、手前に置きすぎちゃって、まあ、重しで扉が閉まるような仕組みになってるんですけれども、そこまで行かずに普通に食べて出てきちゃったんですね。で、まあ、失敗したんですけれども、で、まあ、続けてもう一回やってみたんです。で、今度はギリギリ奥まで入れてやってみたんですけれども、そうしたらもう動画見てもらえば分かると思うんですけど、無事にね、保護が成功しました。ちなみにね、今回使用したあの捕獲器は福井県動物愛護センターからお借りしました。で、捕獲器は購入すると一応まあ5,000円から1万円ほどで購入することもできるようです。捕獲した後お店に連れて行ったんですけれども、そのいつまでもその捕獲器の中に置いたままにはできないの でお店の管理する場所ですね、ステンレスのゲージがあるんで、そちらの方に移動をしたんですけれども、まあその時もすごく暴れまして、噛まれても大丈夫なように手袋と、まあ、長袖のちょっと厚手の生地の服を着て移動したんですけれども、やっぱりちょっと興奮してしまっていて噛んできたりとか、そういうこともあったんですけれども、まあ、もしね、一般の方でそういう保護とかするようなことがあったとしたら、そういったことが絶対あるんで、しっかりとそのような準備、長袖の厚手の生地の服だったり、まあ、手袋だったり、そういったものはきちんと用意してからやった方がいいと思います。今回無事に親猫ちゃん保護ができましたので、今後は避妊手術をして、まあ、人慣れをした上で、なんとかね、いい里親さんを見つけてあげたいなというふうに思っております。追加でもう一つご報告がありまして、黒猫の子猫ちゃんのね、里親さんがもう見つかりました。いろんな人から声をかけていただいて、まあ、心配してもらったんですけれども、うちのスタッフでね、ものすごく猫ちゃん好きな子がいまして、その子のところにもらっていただけることになりましたので、皆さんにご報告させていただきます。これで間違いなくあの子は幸せになれると思います。名前はマメちゃんです。一応ご自宅での様子写真でもらってます。こんな感じです。ということで、今日は黒猫ちゃんのお母さん猫の保護までの経緯の動画と、黒猫の子猫ちゃんですね、里親さんが決まりましたというご報告をさせていただきました。黒猫のお母さんの今後についてもまた皆様に報告していきますので、ぜひチェックしていってください。それでは今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。